1945年8月15日、昭和天皇は戦争に負けたことを国民に知らせるラジオ放送をしました。玉音放送です。南日新民に次ぐ新は帝国政府をして米英士と四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、南日新民の中将も今よくこれを知るしかれども今は自分の赴くところ耐え難きを耐え忍び難きを忍びもって万世のために太平洋を開かんと欲す。